クリミア大橋へのウクライナ軍の攻撃が激化する中、ドネツク州南部のウロジェイネでロシア軍をついに撤退させたとの情報を入手したよ。ロシア本土でも爆発やドローン攻撃など激増しているし、ロシア人自体が海外へ出国しているよな。そろそろプーチンも終わりかもしれないぜ。そうだね。さて今回は、ドネツク南部ウロジェイネの戦闘について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘では、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍しているとみられる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいるとウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したよ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したぜ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているらしい。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているよね。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦している。ルシッチドネツク州の新ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているよ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているみたい。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか?と皮肉を交えながら報告しているんだ。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と、第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部がウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、
動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジェンニャからウロジェイネに向かって徒歩で移動しようとした、小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているらしい。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を毎日ように戦況を上げていた、ウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日に、タブリダ地域ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジェイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジェイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジェイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるぜ。しかしロシア側からはウロジェイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジェイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているらしいな。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、我が軍はウロジェイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジェイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたけど、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジェイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジェイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジェイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているんだ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジェイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているな。また、一度はウロジェイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いぜ。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているんだけど、やがて訪れる2度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部や、ロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているんだ。アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、
南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて、南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたぜ。またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したな。うんうん。さて今回はウクライナが南部ザポリージャにて第二防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報庁政官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第一防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているよ。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって訓練を受けた予備的兵力を投入している。南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて、攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したな。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたみたい。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築されその際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた。セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間請負業者を使って U の派とも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には、広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかとみられているな。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では、第一防衛ラインに60を配置し、第2防衛ラインと第3防衛ラインにそれぞれ20ずつとみられる、との見方を示していて、第2防衛ラインについては一番外側の第1防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が、加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落、ロボティネを奪還した上で、さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で、防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として、温存していたとみられる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたぜ。これについて、
ロシアのショイグ国防相が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているな。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団と見られていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているんだ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在の、ロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られている、と述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないみたい。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようと、ベラルーシから侵入した軍団に配属されていてキーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされた、キーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているね。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の、T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車と共に東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に、見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたよ。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地の、ほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって、叩いたことによってヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいよな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における、第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が、大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が、攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第二防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年6月初旬に反転攻勢作戦を開始したウクライナ軍はいくつかの攻撃軸で攻勢に出ているものの、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを経てメリトポリの奪還を目指す部隊は、ロシア軍が構築した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物による見えの防御ラインと、尋常でない密度で地雷が埋設された地雷原に悩まされ、進軍速度が遅いことが指摘されていたんだ。しかし、ここに来てオレホボの南にあってロシア軍が拠点としていたロボケネを奪還してからその進軍速度に弾みがついたとみられ、イギリスの BBC 放送による報道やロシアの軍事ブロガーがテレグラムに投稿した情報によると、ロボケネの東にあるベルボベにウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けているとされ、同集落では火災が発生しているというぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で戦線を拡大している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、BBC 放送は衛星画像から、8月30日の時点でウクライナ軍がベルボベの西に到達していることが確認できたとしているよ。またロシアの軍事ブロガーは31日に30日の午後、ウクライナ国家親衛隊の第15特務旅団が砲兵部隊と、ウクライナ空軍のスホイ25の支援を受けてベルボベの西の郊外において強力な威力偵察を行ったとして、この威力偵察攻撃は撃退されたものの、数時間後にはベルボベ周辺の、ロシア軍陣地に大規模な砲撃を実施して再び攻勢に転じたと投稿したんだ。そしてさらに、第82空中強襲旅団と第462空中強襲旅団の4個部隊がロボケネの北にあるチュベンコワ渓谷方向から、第15特務旅団の攻撃軸の北側からベルベーブ西郊外を攻撃し、こちらもウクライナ軍砲兵部隊がクラスター砲弾などで強力に支援したと指摘したみたい。しかしながら、このロシア側の軍事ブロガーは、この4個部隊による攻撃もロシア軍がウクライナ軍に大きな損害を与えて撃退し、ウクライナ軍は元の位置に戻ったとした上で、ウクライナ軍は戦力不足を補うため北のマラトクマチカで、待機していた予備部隊をベルボベ方面に移動させていて、ウクライナ軍はベルボベを西側から包囲して、集落への補給路を遮断するかの動きを見せていると主張したぜ。ただし、現在の最前線の位置がすでにベルボベの西に拡大していることと、三重の防衛ラインのうちの2番目のラインの一部に、ウクライナ軍が到達していて、突破する可能性が出ていることをこの軍事ブロガーは示唆しているな。このことを裏付けるかのように、さらにロボケネの南にあるノボプロコピフカ付近で、ウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンが、ロシア軍の車両を攻撃する様子を撮影した動画が XQ Twitter に投稿されていることもあって、ウクライナ軍が第二防衛ラインに迫っていることはほぼ確実であろうとの見方が広がりつつあるんだ。また、ザポリージャ州メリトポリのウクライナ側のフェドロフ市長は現在、ウクライナ軍の支配地域に退避しながら、メリトポリ市内に残る市民からの情報をテレグラムに発信しているが、同市長によると、ウクライナ軍が奪還を目指すザポリージャ州の交通の要衝トクマクで、ロシア側が任命した市政当局者が市内から脱出し始めたことを投稿したよ。ウクライナ国防省では28日にロボケネの奪還を発表した際に、ロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島を結ぶ、重要な補給路である陸の回廊を遮断することが反転攻勢の目的であるとして、次の目標がロボケネとメリトポリとの中間点にあるトクマク奪還を目指であるとしており、もしこのロシア側当局者がトクマクから逃げ出していることが事実であるとするならば、ロボケネから南に配置されているロシア軍が脆弱で、ウクライナ軍による第二防衛ライン突破を阻止できないと考えていることを示唆しているみたい。このことを受けたフェドロフ市長はロボケネを奪還したことにより、トクマクはもはや最前線の都市となったと指摘したんだ。日本のインターネットでは船に住むネズミはその船の沈没を予期して、停泊している間に陸上に逃げ出すと言われているが、今まさにトクマクでそれが起こっていると揶揄する声も上がっているな。また、別のロシアの軍事ブロガーが発した情報では、29日から30日にかけて発生した、
ロシア北西部プスコフ州の空港などでのウクライナ軍によるとみられるドローン攻撃をめぐり、軍事ブロガーの一部はこれらの攻撃にラトビアやエストニアが関与しているとの見方を示したが、イギリスの BBC によると、ラトビアのムールニエツェ国防相が30日にこれはロシア軍がツポレフ 22M3 爆撃機や、イル76輸送機などを損失した事実から国民の目をそらすためのでっち上げだとして否定しているぜ。さらに別の7万人以上のフォロワーを持つロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が奪還を目指すヘルソン州の、ドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊において、榴弾砲などの火砲や弾薬などが不足していることを明らかにしたらしい。それによれば、ロシア軍の旅団司令官は以下の指揮官たちは、火砲による支援や、偵察用ドローンを飛ばすこともなく自軍の兵士を前線に送り込んでおり、そのためにロシア軍の兵士が次々にウクライナ軍によって殺害されているというぜ。さらに別のブロガーもまた、ヘルソン州に配置されているロシア軍の第205旅団はウクライナ軍が渡過した。ドニプロ川の中州からウクライナ軍を撃退する命令を受けているものの、同旅団を支援する榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS が不足しているだけでなく、偵察用ドローンがないために、ウクライナ軍の配置状況などを把握することができないばかりか、弾薬食料も不足しているために、このままでは壊滅させられる恐れがあると、旅団の兵士などからの報告が届いているとしているよ。榴弾砲弾やロケット弾などの弾薬が不足しているのはウクライナ軍も同様とみなされているけど、ウクライナではここに来て国内での武器弾薬の生産力が向上していることが伝えられているみたい。ウクライナのレズニコフ国防相は28日に開催された記者会見で、複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みであることを明らかにしたんだ。レズニコフ国防相は8月末か9月の初めに、良いニュースがあるだろうとして、複数の強力な武器製造企業がウクライナの武器市場に参入する予定で、いくつかの契約が結ばれるはずだと述べたね。同国防省によれば、ウクライナ国内で9月下旬もしくは10月上旬前後の日程で、防衛産業フォーラムの開催を計画しているとされ、武器市場における強力な武器製造関連企業がおよそ50社以上参加する見通しであるというよ。レズニコフ国防省はさらに、ウクライナ国内においては国産兵器の生産が大幅に向上していることを明らかにし、西側諸国から供与されたものの砲弾不足が伝えられている。155mm 弾砲弾の開発が進み、テストを終えて製造が開始されていることも明らかにしたね。同国防省は、155mm 榴弾砲弾の製造契約はすでに締結されていて、最初の発注も実施済みであるとした上で、我々はそれらの国内で製造された砲弾を直ちに最前線の部隊に送ることになり、さらに生産を拡大させる計画も検討されていると付け加えたんだ。ただ、その一方で旧ソ連製榴弾砲用の 125mm 砲弾は依然としてテストを繰り返している段階にあるとし、122mm 砲弾の生産は困難が生じていて進んでいないことも明らかにしたぜ。ウクライナ国内では長射程の弾道ミサイルやミサイル迎撃システムの開発も進められていて、この先の資金確保の問題などが囁かれていて、既存の兵器購入に充てるか、あるいは国内の兵器開発や製造に投資して西側諸国からの援助が途絶えたとしても、ロシアと戦える体制を作り上げるかについて議論が重ねられているというしな。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説でレズニコフ国防相のコメントに同調して、ウクライナ国内の武器弾薬生産能力を最大化していると述べた上で、我が国の防衛産業はより良い成果をもたらすだろうと主張したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナのメディアがウクライナ南部ザポリージャ州の戦線防衛のために、ロシア軍が精鋭とされている空挺部隊を投入していることを報じているよ。また、ウクライナ軍が防衛ラインを突破したと伝えられていることに対してロシア軍が緊急対応に迫られている可能性があると見られているな。そうだね。さて今回はロシアがザポリージャ州に空挺部隊を投入したことについて、詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このことを報じたウクライナの公共メディアは、ウクライナ軍報道官が記者会見などでの談話として、通常であれば空挺部隊は航空機からの降下による奇襲作戦による攻撃時の共闘歩の頭保つが主な役割であって、防衛ラインの守備といった作戦に投入されることは異例のことだだと述べたことを取り上げ、さらにいわゆるエリート部隊を防御線に使っているとすれば、ロシア軍の内部でそうせざるを得ない状況が発生しているに違いないと報道官が語ったと伝えているみたい。また、アメリカのシンクタンクである戦争研究所も9月3日に公表した戦況分析報告書において、ロシア軍の空挺部隊がザポリージャ州のロボティネ近郊に配置されたとの見方を示していることから、8月28日にウクライナ軍がロボティネを奪還したと発表したことが事実である可能性が高いとしたよ。このザポリージャ州に投入されたロシア軍空挺部隊とは第76新鋭空挺師団で、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ府に本拠を構えるこの師団は、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始する以前からロシア軍の地上部隊の中でも、聖教とされている空挺軍においても精鋭とみなされていたな。第76新鋭空挺師団は1939年に第76狙撃師団として編成されたのが始まりで、第二次世界大戦ではドイツ軍との戦闘を繰り広げ、スターリングランド攻防戦にも参加しており、その後もアフガニスタン、チェチェン、南オセチアなどでの紛争にも参加し、2014年のドンバス戦争やシリア内戦でもその戦闘力の高さを誇示していたぜ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンクの外交政策研究所のリー氏によると、第76新鋭空挺師団はおそらく現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、ウクライナ侵略戦争においてはこれまでのところ比較的消耗が少ないと見られているとされていて、東部ドンバス地方のルハンシク州のスワトベからクレミンナの戦線後方で再編を終えて無傷の予備戦力として待機温存されていたね。ウクライナ軍報道官が空挺部隊を防衛ライン守備の増援に使うのは異例としているが、ロシア軍ではウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、空挺師団が空中機動戦を展開したのはキーウ近郊のアントノフ国際空港制圧のためのヘリボーン作戦を実施しただけであり、その後において空挺軍は陸軍や海軍歩兵とともに地上戦部隊として各地に配置されているよ。第76新鋭空挺師団においてもこれまでの1年半の戦争期間のほとんどが最前線に配置されていて、侵略戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウ攻略を目指す軍団に配属され、キーウ周辺での戦闘に参加しており、2022年春にはブチャでのウクライナ市民虐殺に関与したことが伝えられたんだ。ロシア軍がキーウ近郊までに迫ったものの占領を諦めて、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有している T90 戦車や最新型の歩兵戦闘車などの装備とともに東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月にはウクライナ軍による反転攻勢作戦を阻止するとして、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなど、ウクライナ各地を転戦しているね。ヘルソン州においては結果としては、ウクライナ軍が州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川西岸地域を奪還解放することを阻止できなかったものの、ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違いウクライナ軍に大きな損害を与えたとされていて、例えば10月下旬には同師団の砲兵部隊が、ドニプロ川の北 30km ほどのコストロムカという集落の郊外に展開していた、ウクライナ第35海兵旅団に大損害与える戦果が報告されており、それらの戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたってわけだ。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部の、クレミンナ方面に配置されていたのが確認されており、6月にはドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊と交代して、バフムートに配置されるなどかなり疲弊していたと見られていたが、ここに来てルハンシク州の後方に配置されたことで、外交政策研究所のリー氏の見立ての通りに数字上では戦力が回復していると見られているぜ。
そのことからザポリージャ州で攻勢をかけているウクライナ軍にとって、第76親衛空挺師団の投入は大きな障害となるとの見方が出ている一方で、補充された兵が昨年秋に動員された予備役兵士である可能性が高く指揮トレンドに不安があることや、同じく補充されたと見られる装備が旧式の戦車や装甲車などである可能性も高いことなどから、精鋭師団とは言い切れないとの指摘もあるようだな。ザポリージャ州におけるウクライナ軍の反転攻勢作戦の進捗については、9月1日にウクライナのハンナ・マヤル国防次官はテレビ番組に出演した際に、ロシア軍がザポリージャ州の各地に構築した、塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車用障害物を組み合わせた30の防御ラインのうちの第一防衛ラインを、突破したことを明らかにしており、ウクライナ軍がロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島への補給路の要衝である、メリトポリ奪還を目指して南下を図った、ザポリージャ戦線に反転攻勢用の兵力を集中させた成果が出始めたとしていたよ。マヤル国防次官によると、ウクライナ軍は6月初旬に反転攻勢を開始して以降、ロシア軍が第一防衛ラインの外側などに広くかつ高密度に地雷を設置した地雷原の突破に多くの時間を費やしたと説明したほか、その状況は地域によって異なるとも述べていて、まだ苦戦が続く地域があることも示唆しているみたい。アメリカ国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官は1日に、最近3日間のウクライナ軍の戦いについては注目すべき進展があったと指摘して、ザポリージャ州などでウクライナ軍が前進していることを示唆したね。またウクライナ軍においてザポリージャ戦線の指揮を取っているタルナフスキー司令官が9月2日に語ったところによると、我が軍は現在ロシア軍が構築している第一防衛線と第二防衛線の間にいると述べたことが報じられていて、同司令官はさらにロシア軍は地雷原なども設置していく、上にも防衛線を巡らせているが、ウクライナ軍が一部で最前線の第一防衛線を突破し、後の第二防衛ラインまでの地域にはこれまでのように強力な地雷原は整備されていないというぜ。ザポリージャ戦線でロボティネを奪還したウクライナ軍部隊は、さらに南にある交通の要衝トクマクの奪還を目指して前進を続けていると見られ、地上戦でウクライナ軍の前進を止めることは難しいと判断したロシア軍が航空優勢にある点を活かして、ウクライナ軍航空機による空爆を増やしているとされているからね。しかしながら、ウクライナ軍はアメリカから提供されている高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射する長射程の GPS 誘導ロケット弾などによって、ロシア軍の砲兵部隊を攻撃してその数を減らし弾薬の補給を阻止していると見られ、ウクライナ軍が優位に立って前進を続けているとされているぜ。この戦況の中、ウクライナのゼレンスキー大統領は9月4日にドネツク州を訪れて現地の部隊を視察し、その後ビデオメッセージで最前線で何が不足しているかを知り、何を変えるべきかなどについて直接聞くことは非常に有用だと述べ、危険を顧みずに戦況打開に力を尽くす姿勢を強調したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月初旬にウクライナ軍が、自国を踏みにじり占拠し続けるロシア軍に対して反転攻勢に出てから3ヶ月が経過したね。そんな中、南部ザポリージャ州のウレホボから南のトクマクを奪還して、アゾフ海に近いメリトポリ奪還を目指す攻撃軸において大きな進展を見せている状況が伝えられているぜ。さて今回はウクライナの命運を握るトクマク攻防戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は現在、このメリトポリを奪還してロシア本土とヘルソン州南部及びクリミア半島との間の補給路を遮断して、ヘルソン州とクリミア半島に展開しているロシア軍部隊への補給を断ち孤立させることを狙った攻撃軸を主体として、その他にも各地でロシア軍との戦闘を展開しており、具体的には、昨年からの激戦が続く東部ドンバス地方ドネツク州バフムートの奪還、あるいは同じドネツク州の南部を流れるモクリアリー川沿いに海軍歩兵4個旅団を投入して、
アゾフ海の港湾都市マリウポリやその近くにあるヘルソン州ペルジャンシクの奪還を狙う攻撃軸を同時に展開させている上に、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられている東部ルハンシク州のクレミンナやクピャンスク周辺の戦線や、ヘルソン州の州都ヘルソン付近でのドニプロ川渡河作戦など、戦線全体が約 700km にも及ぶとされ、ウクライナは国家の存亡をかけて大国ロシアとの総力戦を展開しているよ。この状況について、反転攻勢作戦の主体であるザポリージャ州の戦いはこの先の戦況を左右する重要な攻撃軸であるとして、日本の軍事評論家などの中には戦国時代に例えて、日本中が東西に分かれて総力戦となった関ヶ原の戦いに似ているとの見方をする者もいるみたい。しかし、インターネット上では、ウクライナ軍にもロシア軍にとっても確かに重要な戦いではあるものの、関ヶ原の戦いとは違うとしてこの意見に異を唱える声が多く上がっており、関ヶ原は豊臣政権の復活を目指す石田三成の西軍と、天下を狙う徳川家康の東軍との間で、どちらも負ければ滅びるとして後のことを考えない総力戦であったが、このザポリージャ州の戦いにおいてウクライナ軍はたとえ目標を果たせなかったとしても滅びるまでには至らず、ロシア軍もまた撤退したところでこれまでの占領地を失うだけで、どちらも国家の存亡をかけているわけでもなく、その重みが全く違うとする声が多いな。ただいずれにしてもウクライナ軍としてはこの先、雨季を迎えて道などがぬかるんで戦車などの装甲戦闘車の移動が困難となる前に、アゾフ海まで進出するために残された期間は2ヶ月もないとされており、ザポリージャ州の攻撃軸においてはメリトポリまでの進出が無理だったとしても、鉄道の要衝でメリトポリに通じるトクマクを奪還しておくことが、今後の作戦展開においては重要であることは間違いないぜ。ザポリージャ州の戦線における最新情報では、ロボティネの南にあるノボプロコピフカの北東郊外にウクライナ軍が迫っていることを示す動画や、西にあるベルベイブに向けてもウクライナ軍が前進している動画などが SNS などに上げられていて、ロシア軍がトクマク防衛のために構築した30の防衛ラインのうちの第2防衛ラインを少しずつ侵食しているものと見られているね。ウクライナ側の見立てでは、この30の防衛ラインの防御におけるロシア軍の戦力配置は第1防衛ラインにその 60% を先、残り2つの防衛ラインには 20% ずつを配置しているとされ、ロシア軍が最重視していた第1防衛ラインを突破したことで、ウクライナ軍の進撃速度が早まる可能性が高いと見られていたが、実際に第1防衛ラインを突破したウクライナ軍は、これまでにない速さで非占領地を奪還していて、見立てが間違っていなかったことを証明したよ。他、さらにウクライナ軍は10日アウディーイカ方面のオクトネの一部を制圧したと発表したんだ。アウディーイカはドネツク州の州都ドネツクの北にあるアウディーイカとドネツクとの間にあるオクトネに攻勢をかけていると見られていて、これが他の戦線を有利に導くための陽動作戦なのか、それとも本気で州都ドネツクの奪還まで狙っているのかは不明だけど、ロシア軍にとっては非常に気になる厄介な情報なのではないかと見られているね。ロシア軍はドネツク州や他の地域におけるウクライナ軍の動きも視野に入れながら、ザポリージャ州の戦線を死守するためにロボティネの攻防戦に空挺部隊を投入したことが、アメリカのシンクタンク戦争研究所などによって報告されているよ。このザポリージャ州に投入されたロシア軍空挺部隊とは、第76新鋭空挺師団と見られ、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ区に本拠を構えるこの師団は、ロシア軍によるウクライナ侵略戦争以前からロシア軍地上部隊の中でも極めて盛況とされている空挺軍において、特に精鋭とみなされていた部隊だね。ロシア軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日から、これまでの1年半の戦争期間のほとんどにおいて最前線に配置されており、侵略戦争開始時から数週間はウクライナの首都キーウ攻略を目指す軍団に配属され、キーウ周辺での戦闘に参加しキーウ近郊のブチャで発生したウクライナ市民虐殺に関与したことが伝えられているな。ロシア軍がキーウ占領を諦めてウクライナ中北部から撤退した後は、東部ドンバス地方の戦線に投入され、
2022年8月にはウクライナ軍による反転攻勢作戦を阻止するためとして、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなど、ウクライナ各地を転戦していたぜ。ヘルソン州では、ウクライナ軍による州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域の奪還解放を阻止できなかったものの、ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違いウクライナ軍に大きな損害を与えたとされていて、それらの戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたよね。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられている。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部のクレミンナ方面に配置されているのが確認されており、6月にはドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社ワグネル戦闘部隊と交代でバフムートに配置されるなどしていたんだ。ロシア軍首脳部の信頼が厚い部隊であったがために、これら激戦地を転戦しており部隊としてはかなり疲弊していたものと見られていたけど、ルハンシク州の後方に配置されたことで数字上では戦力が回復しているとの見方もあるみたい。ただし、もしこれまでに削られていた戦力が戻っているのだとしたら、これまで実戦経歴などからウクライナ軍にとって第76新鋭空挺師団の投入は大きな障害となるとの見方が出ている一方で、補充された兵が昨年秋に動員された予備役兵士である可能性が高く、その場合は指揮トレンドに不安があることや、同じく補充されたと見られる装備が旧式の戦車や装甲車などである可能性も高いとの見方もあり、精鋭師団とは言い切れないとの指摘もあるぜ。いずれにしてもこのザポリージャの戦線では、西側諸国から供与された新型の戦車や歩兵戦闘車などを配備されて訓練を重ねてきた。第82空中強襲旅団と第46空中強襲旅団を中心戦力とするウクライナ軍と、援軍として派遣されたロシア空挺軍第76新鋭空挺師団を中心とするロシア軍との間において、決戦の様相を呈しており、どちらも正教として温存してきた予備戦力を投入しての激しい戦いが展開されているのであるが、ロシア側にはこの決戦について分が悪いと見ているかのような動きがあるからな。ウクライナ側のメリトポリ市長として、侵攻してきたロシア軍に拘束された後に捕虜交換で釈放され、現在は同市から退避しているフェドロフ市長が地元住民からの情報として、特幕からロシア側の当局者らが脱出を始めたと SNS で報告していて、ロシア側ではいずれウクライナ軍に特幕を奪還されると見越しているのではないかとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。